これからモナちゃんの面会に行ってきたいと思います。会いに行ってきますよ、モナちゃんに。モナちゃんの顔見れたらちょっと安心だし、モナちゃんのことも勇気づけられたらいいね。そうだね、モナちゃんがあ、ポポとママだ、頑張ろうって思ってくれたらいい、どんな顔してるかな。ねえ、どんな顔してるかね。なんかうまくやってそうな感じするんだけど、モナちゃんあっちの環境でも、また貧血になっていないといいな。そうだね、その辺が一番心配。職場上がってたらいいな。上がったらいいね。ほんとそれを切に願うわ。こちらは天使ですか、こちらの方。はい、散歩帰りの天使ちゃんです。天使ちゃんね。天使ちゃんちょっと行ってきますね。はい、今緊急で動画回してるんですけども、モナちゃんですね、面会行ってきまして。モナちゃんですね、元気そうでしたよ。そう、元気そうだった。すごい元気っていうわけじゃないけど、驚くほどぐったりしてはない。そうだね、すごいぐったりしてるわけじゃなくて、会いに行ったら気づいてくれて、ベタベタしてたね、モナちゃんね、すごくね、お腹出して、看護師さんによく懐いてそう、看護師さんにすごいよく懐いてて、愛想振りまいて周りの方にもよく愛想を振りまいてるみたいで、環境変わっても変わんないなと、モナちゃんは性格変わんないっていうのがなんかね、微笑ましかったです。ちょっと院内冒険させてもらったり、ね、そうだね、なんかおやつ探しに行ってましたよ、トコ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 、まあそんなで、そうですね、少しだけ元気になってるかなっていう感じだったので、まあ、引き続きちょっと見守っていきたいなっていうところですね。疲れやすさはたぶんそうだね、ちょっとね、まだやっぱね、貧血気味であるから、少しフラフラしちゃうのかなっていう感じもあったけども、まあ治療自体はね、前向きに、ね、いってるような感じなので、まあ私たちはね、本当に見守る、祈るっていうところかなという感じです。以上です。このモナちゃんのあふれかえったおもちゃを洗おうかなと思ってさ、入りきらないもんね。めっちゃあるね。この匂い消えてたら嫌かな。最近使ってるのだけ残してさ、洗おうかな。マイちゃんお好みのおもちゃはありますか。マイちゃんのおもちゃも洗うか。私もフィラネラのお薬が始まります。
なかじゃあ綺麗になったね、ブラッシングして。次はお散歩です。すぐ帰ろうとするんだからね。でも散歩行くからちょっと下行って。